オはいさいぐすよう中宇那ビラワンねポン川村ヤイビン皆さんこんばんはいかがお過ごしですか私青い空が好き白い雲が好き沖縄が大好きさあポン川村ですさあ今日も沖縄の話題は一つ今沖縄のラーメン界が熱い十一月二十六日沖縄タイムスのコラム記事から。 沖縄のラーメン協会によると11月20日現在沖縄には260店舗ラーメン屋が存在し過去5年間で183店舗が新規オープンしたこれ3.3倍強ということなんですね沖縄では麺料理の代表格沖縄そばをメインに扱う店はタウンページ調べで329店舗ということですからラーメン店が猛追しているという状況なんですね沖縄ではそれまでなかなかラーメン文化が定着しなかったんです が近年では地元客だけではなく観光客にも人気で行列ができるほどのお店もあるんだそうですそんな沖縄ラーメンの特徴沖縄の人は麺にうるさいのではないかと言われているそうですね沖縄そばも平麺細麺中太麺といった麺に特徴があるんですけれどもこうまあ、より麺を楽しむという観点から なのかかどううでしょつけ麺スタイルを出している店が流行っているようだということだそうですね。まあ、こうしたつけ麺スタイルというのは逆に沖縄そばの業界にも影響を与えるようで、えー、沖縄そばのつけ麺タイプというのも出ているようでございます。一方で 沖縄飲んだ後の締めにステーキというイメージの人も多いかと思いますけどもね、こちらも現在、那覇市の繁華街、松山というところがありますけどもね、まあ、ここの愛媛、松山と一緒ですね、松山周辺だけで15店舗ものステーキ店が乱立しているんだそうです。あなたは飲んだ後、ね 締めで何を食べたいですか沖縄そばラーメンそれともステーキでしょうか沖縄の夜は過ごしているだけですぐ太ってしまいそうですねさあ今日も沖縄島とする南の島々の音楽と話題ここ FM 愛媛のスタジオからお送りする三十分最後までゆたさるごとおにげさびらポン川村のハイサイ沖縄パラダイスレディオこの番組はトラック買い手で販売の中央自動車の提供でお送りします